服部智則は、日本の政治家。千葉県八千代市長。千葉県議会議員。八千代市議会議長。副議長。八千代市議会議員等を務めた。千葉県八千代市八千代台生まれ。千葉県立船橋高等学校。山梨大学教育学部社会学科卒業。大学在学中は、地方自治を専攻。大学卒業後、民間企業に就職した。 1982年、八千代市議会議員選挙に立候補し、初当選した。以後、2003年まで6期21年にわたり、市議を務め、1994年から1995年まで、市議会副議長、1999年から2001年まで、市議会議長をそれぞれ務めた。2003年、千葉県議会議員選挙に八千代市選挙区から、出馬し、当選。 2011年まで3期9年務める。県議時代は自由民主党系会派に所属していた。2013年4月30日、八千代市長の豊田敏郎が、第23回参議院議員通常選挙に立候補するため、市長を辞職。千葉県議を辞職し、豊田の辞職に伴い実施された八千代市長選挙に、自民、公明両党の推薦を受けて立候補したが、 秋葉周一に、僅差で敗れ、落選した。2017年、自民党の推薦を受けて再び、八千代市町選挙に出馬。現職の秋葉周一市長に、約7000の差をつけ、秋葉を含む4人の候補を破り、当選した。5月26日、八千代市役所に初登庁し、正式に市長に就任した。2021年5月23日投開票の、 市長選挙で新人二人を破り再選。ありがとうございます。